ようこそ、もっくんプライベートルームへ。どうも、もっくんです。今回は遊戯王のカードの開封を行いたいと思います。本日開封するカードがこれだ。ドン、遊戯王ラッシュデル、オーバーラッシュパック2を1、2、2ボックス開封していきたいと思います。こちらのカードは2024年4月6日土曜日発売のカードとなっております。オーバーラッシュパック2とは何ぞや？はじめしよう。オーバーラッシュパック2とは、今こそ再び目覚めた時、カツンボックス用異次元のオーバーラッシュの名のもとに、イラストがフレームから飛び出たデザインのオーバーラッシュレアが収録され、多数の新規カードやコレクション要素が充実したオーバーラッシュパック第2弾。アニメゴーラッシュやセブンズのキャラクターたちのデッキを強化する新規カードはもちろん、このパックだけでもデッキが組める3つのテーマにも注目。アニメで登場したユーグドラグ、OCC でもおなじみで新規カードと共に登場するマグネットウォリアー、そしてオリジナルの天使テーマランボの各テーマのカードが多数収録されております。ユーグドラグとはアニメゴーラッシュで登場したフュージョンモンスターをはじめとしたユーグドラグたちの収録、またアニメセブンズで登場したマキシマムモンスター、なんとかなんとかユーグドラグがオーバーラッシュレアで初登場。マグネットウォリアーからは、ウォーシージーでもおなじみの3種のマグネットウォリアーでフュージョン、合体分離を意味する戦時で変幻自在に戦おう。そして、今回新規テーマのラブ、愛の天使たちのテーマラブ、天使たちも全ての愛を司る女神も攻撃力はゼロラブ、ゴールのラブたちが持つ攻撃力アップの効果で優しくアタック。そして、主人公たちのデッキを強化するカードも、アニメゴーラッシュセブンズのキャラクターが操るデッキを強化する新たなカードも登場。ここではオーバーラッシュレアでも収録されるカードをピックアップ。何よりも注目すべきなのは、新規イラスト&オーバーラッシュレアカードで登場しているブラックマジシャンガール。オーバーラッシュレア仕様のブラックマジシャンガールが封入されていることも、新刊もイラストは今回初登場となる新バージョンです。相場は10万超えを下しております。高すぎる。主に説明はこんなものです。です。もちろん狙いはこの、新規イラストのブラックマジシャンガールでございます。オーバーラッシュレアカードを狙っていきましょう。そしてこの開けたところにも何かしらカードのイラストが書いております。こちらもあるぞ。そして逆側もあるぞ。今回はハーフボックスなので15パック入っております。そして注意すべきなのが、1パック4枚入りだ。5枚入りじゃないぞ、気をつけろ。パッケージを詳しく見るとこんな感じ。ラッシュデュエルでも25周年のマークが入っています。こんな感じだ。みんな大好きブラックバイシャンガールが映っているぞ。そして裏面が全82種類、オーバーラッシュレアカード4種類、ウルトラレアカード16種類、スーパーレアカード26種類、ノーマルカード36種類となっております。毎度おなじみ、パックのポイ捨てはやめましょう。メイドインジャポーン。3パックずつ開封していきます。マグネットツインセイバー。先ほど初めの紹介でもあった通り、マグネットウォリアー系のカードも入っているみたいだ。あ、かわいい。ラブウルフ。新規テーマですね。ユグドラゴの真ん中。ノーマルとかしてしまった。そして、ラブアンヘル。はい、イラスト。効果。毎度おなじみ、イラストと効果が気になる方は、一時停止してご覧ください。マグネ・ディ・シターデル・ポット。ディバシブル・ホース。ピーコック・ハイトロン。あ、来た。エターナル・マグネット・ウォリアー・ベータ。イラスト。マグネット・ウォリアー・ベータも進化しています。効果。これは嬉しい。お、来た。かっこいい。メテオ・ブラック・ドラゴンのノーマルカード。オーバーラッシュレアが高かったかな。スタチュー。お、なんか来てるぞ、これは。オーバーラッシュレアか。ドラゴンドライブフュージョン。いきます。セノット。ラブシュート。イラスト。ラブ系が多いですね。効果。スペースレゾナンス。大好きネル。あ、マグネットリターン。バルキリオンかっこいいですよね。欲しいね。いきます。ドン。トランザムパワーラインナック。イラスト。効果。ドウェルチェアコード。ユグドラゴ R。 マグネットキャバルリーアルファ。これいいね、かっこいい。
そしてラブスタデー、イラストちょっと後ろにオーバーラッシュレアカードが見えている。効果ブラックマジャンガールだとやばいことになります。せーのっとーダブルフ。次ですかね、スペースシードライバーいきますよ。せーのっのー、じらしますね。いくぞ、オーバーラッシュレアカードはこのカードだ。ズドーン、なんだこれは。シャイニーシェイディー、イラスト効果、なかなかやっぱりブラックマシャンガールは当たりませんな。ユードラゴ、ラブセーフティー、出たリアンケット、何気にシリーズ化されている。そしてディープワーニングフュージョン、イラストかっこいい。効果、ユグドラゴ系のカードですかね。リバシブルホース、これもかっこいいぞ。おー、いいですね、これ好きなモンスターの一枚です。ブラックデーモンドラゴン、かっこよす。搬送楽器トロンボー、イラスト効果、ラブエンジェル、スペースなど、はい、クリティカルサービス、ラブレッド、イラスト効果、ドラゴンドライブフュージョン、インパクターコメッチ、ガーディアンオブサイバース、グラファガスベイパーランサー、イラスト効果、ディープスペースインパクト、ジョインテックレックス、レジェンドカード、迷宮壁ラビリンスウォール、懐かしい。オールラブゴッデス、イラスト効果、ラブタブ、双剣、オリエンタルスタチュー、ラブアーネラ、イラスト効果。それでは一ボックス目ラストいきます。ラブ系のモンスターが多い印象です。カオスフェムトロン、虚構ピーコックハイトロン、そしてマグネットサンダーチャージ、かっこいい。イラスト効果、ザ・スター・ドラギアス、かっこいい。ディアンケット、美食家になりました。ラブリターン、バレンタインでしょうか。そしてラボンメモリー、イラスト、そして効果、メタモールポッドの変なやつ、メテオブラックドラゴン、ユグドラゴ L、 そして最後でいくぞ、せーの、ズドーン、超魔鬼人バーニングオーバーロード、イラスト効果。以上だ。それでは一ボックス目当たったカードを見ていきましょう。まずはオーバーラッシュレアからはシャイニーシェイディー、シークレットレアからはラブシューツ、ウルトラレアカードからはトランザムパワーライナック、オールラブゴッデス、ラボラトー、マグネットサンダーチャージ、スーパーレアからはグラファガスベイパーランサー、ラブアーネラ、トロンボー、ラブアンヘル、バーニングオーバーロード、ベッタ、ラブスタディ、ディープワーニングフュージョン、ラブメモリー。以上です。それでは2ボックス目15パック見ていきましょう。マグネットリターン、ラブエンジェル、ハイトロン、ラブミリオン、イラスト効果、メテオブラックドラゴン、スタチュー、タマゴン、スペースユグドラゴン、イラストかっこいい。効果、ディープスペースインパクト、ユグドラゴ L からのマグネットサンダーチャージ、スペースレゾナンス、大好きネル、双剣、そしてラブミリオンのシークレットレアカード、ダブリコード、スペースアルファ、そしてリアルスペースユグドラゴ、違うバージョン、イラスト
トークが。ラブエンデルオブサイバー。エムトロンからの行くぞ、せーの、ズドーン。オーバーラッシュレガード、ベースラブアンヘル。イラスト、効果。ブラックマジシャンガールは当たりませんでした。だが続きいきます。はい、ドロン。ドラゴンドライブフュージョン、美食家のディアンケットからのマルチスペース、ユグドラゴ。ユグドラゴカードが多いぞ、今回は。イラスト、効果。ディスペースインパクト、シタデルポッド。ブラックデーモンズドラゴン、シャイニーシェイディのウルトラレアカードバージョン。ラブ、タフ、ヘイドライバー、トース。ダイスマイトガールラップス、イラスト、効果。攻撃力1700、守備力2700、珍しい攻守を持つカードだ。マグネットバルクリオンでもいいから欲しいところだ。卵、コメッチ、カオスエムトロン。これはスーパーレアカード、マグネットウォリアーアルファ。かっこいい。イラスト、思い出補正が入ってめちゃめちゃ嬉しい。効果じゃなくてテキスト、シンプル。巨峰、ラブウルフ、ラブリンスボール、アニーマジカリーダー。イラスト、効果。ジョインテックレックス、マグネットリターン、スタチュー、トランザムライナック。イラスト、効果じゃなくてテキスト、ボートゥーザマニアック、ユーダイ。どういうことですか。早くも2ボックス目ラストいきます。ユグドラゴ、ラブリターン、ラブが帰ってくる、ユグドラゴエル。カイザートリビュート、イラスト、効果。ザスタードラギアス、ディアンケット、クリティカルサービス、ラブレター。2枚目か。はい、メテオブラックドラゴン、かっこいいよ。ユグドラゴアル最後のセンナドーン、ラブシュート。以上です。それでは2ボックス目当たったカードを見ていこう。オーバーラッシュレア枠からはピースラブアンヘル、シークレットレアからはラボメリオン、ウルトラレアカードからはトランザムライネック、アニマジカリードゥ、マグサンダーチャージ2枚目、ラブレッド、シャイニーシェイディ。スーパーレアからはデュアルスペースユグドラグ、スペースユグドラグ、マルチスペースユグドラグ、ハイザートリビュート、ダイスマイトガールラッパス、マグネトリアアルフ、ラブメリオン、ラブシューチュ。以上だ。本日はここまで。個人的に今日当たって嬉しかったものがこれだ。まずはじめにメテオブラックドラゴンだ。そしてもう一つある、それがこれだ。ブラックデーモンズドラゴンだ。この2枚のカードに関してはもうすでに実装済みなのですが、めちゃめちゃ当たりにくいカードだったので、今回ノーマルカードとなって再録されておりますけれども、当たってよかったと思います。はい、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よければこのもっくんプライベートルームチャンネル登録評価ぜひよろしくお願いします。それではまた別のもっくんプライベートルームの動画でお会いしましょう。以上、もっくんでした。現場からは以上です。